あいつらも炎で焼き尽くそうと思ったんだ。許してくれ。あれ、これ炎の上だな。さっき死んだところより上に出てしまった。うろうろしていたら。ということはこれも止めればいいのか。これも止めればお勝ちになる。しかもこれは2つ続いてるな。あれでもさっき所定のところ止めたはずなんだけどな。ダメですか。よいしょ。爆弾は回避して。よいしょ。あ、これだね。あれ、さっきもこれと同じ仕組みだったんだがな。全部やらないとダメですか。はい、バッテリーもらったから、じゃあこれ1個使っちゃって、これも拾えばいいかな。えいやー。でさっきの2つあったということか。この2番目のところを先にやってもしょうがない気がするが、でこれが今ので、これがもう1個奥に続いてる。あ、これは分かりやすいところにあるぞ。そうでもなかった。そっち、あ、これだ。あれ、分かりやすいじゃん。えれ、分かりやすいじゃん。じゃこれは予備バッテリーとしてここに残しておく。ここで、おい、あ、これ1個、うん、そこは遮断された。あれ、じゃあ最初の方は。むしろ最初の方が謎なんだが、なんであれダメだったんだ。でここは多分タイミングでしょうから、はい、こういって、あー、降りる、燃える燃える燃える、燃える燃える、燃えちゃう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 から、ちょっと待って。回復、ま、これじゃない、これじゃない、これじゃなくて、回復使おう、回復。こんなところで死ぬわけにはいかない。でバッテリー持っといて、あれ、この最初の、うん、こいつ止まってるはずなんだよ。バグってないか。一本だよね。いやー、もう敵が追加されようとするし、これこう来て、こう来て、やばいやばい、ビーチビーチとか言ってる。やべえ、スキャナーマンが来た、スキャナーマンが来た。よしよし、待って、これ辿っていけば、いや、ここだよな、ここ終わってるはずなんだけど。はっ、バレてない。いやー、叫びマンだ。あれ、ここ開けてるはずなんだけど、なんだ、バグってない、やっぱり。あ、よく見たらここで二股に分かれていました。そしてここにありました。なんてことだ、こんな近場にあったとはね。よし、で1個使って、1個取っちゃって、よし、これでもう全部開いたずらからいける。わいわいって言ってる。なんだなんだ、バレてないか。しゃがめ、これの影に隠れろ。子供たちの影に隠れて、音の下は情けない姿を見せているけど、もうちょっと回復できるな。で、この人たち、つまり視線が落ちるとまずい。ただ、あんまり子供たちを眺めたくないという気分もあるが、でもこれで先のね、はい、いる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 、やばい、バレたが、よいしょ、暴れてる気がする、バレている気がします。あ、大丈夫か。回復を構えておいて、そう、この隠れてる状態では回復できないんだな。どうだ、どこへ、あ、どこへ、うん、声はするんだけど。声はするんだけど、あ、あ、いたいたいた、あそこか。早くどっか行って、どっか行ってください。いやー、困りますね。通路をとにかくうろうろされるとだけは、そっちね、はい。で、上でちょっと回復だけしておいて、で、君たちを襲おう。よし、あ、ママ、君みたいなのが嫌いなんだ。何を言っている、この人は一体何を言っているのか。みんなでワイワイ楽しもう。いや、そんな楽しみ方を覚えちゃったらね、君たちダメですよ、もう。人類のおしまいですよ、それは。さあ、この炎のとこでも結構間隔が短いから大変では。あ、見つかったか、見つかった感じがする、見つかった感じがします、見つかった感じが。よいしょ、ダッシュダッシュ、ここに来れよ、ここに、この安定の安定のこの場所、こちら、こっちに追っかけてこられてたら研究員の人は問題なし、研究員の人が追跡者に場所を教えることはなし。あ、また向こうにいる、向こうに行っていなくなった。よし、
ピン、こういう時にピンが役に立つんだけど、ああ今はまだ使えないよ。いしょ。さあ炎のとこでも結構これ大変な気がするんだけど、この感覚でこのスピードでいけないもんね。一旦だからこの、ああ勝手に行くのか。ああそんな煉獄の中を、煉獄さん煉獄さん状態。よいしょ。そうでもね、向こうから出れることは分かっているから、そう上にね炎を通らずに出れることはお分かりになっているので、あとは見つからずに進むのみ。ああ回復あるな、欲しいな。けどまあいっか、バッテリー、待って、バッテリーチャージしちゃって、新たなバッテリー回復ももらっちゃって、よいしょ、回復もらっちゃって、これ大かもしかして、いや小さいな。あ体力満タン、まあいっか、この3つにしよう。で上に行く方向どこだっけな、階段がどっかにあったんやが、こっちか、こっちですか。ダメだ、早く行かないと。あーここの階段違ったんだよ多分。どっちだっけどっからさっき上に上がった、私は。あさっきの階段になってたっけ、これよかったここが炎の上に出ましたね。ここはもう開けてあるので、また押すのみ、ひたすら押していけ。子供たちをそろそろやめてあげないかえそんな目で、だってそんな目で見るしかないじゃないこんなのやめてあげて、子供たちを。手をドリルに改造した気分はどんな気分だい。切なる行動とは何かちょっと考えてみたらどう。うん本当にね、切なる行動、大人の言うことは聞けて。あ、なんか見つかってる、なんか来てる。ん、水位を戻す、どういうこと。お前はダメ、お前はダメ、あなたに正気を失わされるのはちょっと嫌なんで、助けて。閉めよう、バイバイ。あ、閉めれない、閉めれない。あ、閉めれた、閉めれたわあ、ここはいける、あ、ここいけるわ。水位をなんとかっていうのが入ってあったけど、一旦これくれてたらなんとかだらん。Another house call. よし、ギリギリ見失っている。愛だって合成できた。我々は覚えますよ。どういうこと？さあでも水位を戻すってなった。おお。なんて書いてある？あ、略されてない。A と C、まあ A と C のなんかをすればいいんだな。訳されてないんですけど。よいしょ。まあ、とにかく、find and open the collect A、うん、これ A と C、とにかく A と C A と C をなんとかすれよ。ここは、暗いです。暗い。アイテムはでも割と豊富にある、ちびっこランド、お子様向けか。やはりここは R18 なのでは決してない。案外お子様向けの、CD だから C の方行けばいいんだな。 C の方でなんとか毒隠れる、毒消しは結構いっぱいある。ここはさっと通りにすければ大丈夫。ドリルおばさん追加されてる。ドリルおばさんが追加された。そんなバカな。いやここ見えねえし。いやードリルマンペットおばさん追加されたのはちょっと良くないですね。あ、飽きてるあ、やべえ見つかった気がするけど大丈夫。ドリルマンペットおばさんか、ついに。おお、バレてるバレてるじゃんだからもういいや、もうそちらに、いや、いてそちらにいなくなったのは逆にラッキー、逆にいいぞ、逆に。あ、ダメだこれ、長押しだ、長押しですわ、助けて。よいしょ、それや、あいつは飛び降りるのか。まずい、ここに来れないか。よいしょ、はい、どうですか一応回復を構えておいて、あ、でもちっちゃいのは使っちゃうか。歌わないで。トゥドゥトゥドゥトゥドゥ、その歌でおびき出そうというのか。私は騙されんぞ。こちら、いや、いるね。あ、いる目が合った気がするけど大丈夫。
行ったな。いやー困った。しかも英語英訳されて英訳じゃない日本語訳されてないのが一番困る。まあ、とにかく A と C のスイッチをいじって水位を多分いじれるんだけど、ああなるほど、これ水に浮かんで動いてたから、うん、それがなくなっちゃったせいで動かないと。なので今水をね、あ A と C ってあるじゃん、ここに。なるほど、このこれ辿ってきてねえか。 A は黄色ね。 OKOK、 よいしょ、降りれる。よし降りて、まあ、どうせまた後で登ってきてねえか。黄色黄色、あったいきなり見つけた。これラッキー。ノープレス。フォロー、なんとかトゥファインドコレクトビ、なん、何を、とにかく何をしろって。やべ隠れよう大丈夫か大丈夫じゃない。もういいや、食らっちゃうよあの、持ち物はあの、毒あるんで、毒消しあるんで、はい、好きなハマンは大丈夫。毒消し使って、なんか怖いのが見えてる、怖いのが見えてます。なるほどね、精神崩壊だとやはりあれが見える。さてで、ここは開かないし、ちょっと待って、日本語訳が欲しいですまあ今は押せないからなんかしろってことなんだけど、そのなんかしろがよくわからないちょっと一旦翻訳してみるか。なんかパイプをたどって正しいバルブを見つけてくださいみたいな Google 翻訳さんが出たので、これをたどって、うん、こっちか、こっちをたどって正しい、ん？どっちだ？こうか、これをたどって正しいバルブを見つけろっていうことらしいから、あっちだな。さっきスキャナーマンがいた方向、まだいんの？瓶拾っとく。瓶がね、どこまで、あ、回復薬もある。よし、回復は飲んどこう。1メモリしか回復しないからね。よし、で、チラ、あ、暗い。で、ここでもこれたどる、あ、これか。よしよし、いいぞ。なんか欲しい。バルブ回す。あー、なんか出た。不適切なバブル。そんなバカな。そんなのあんのかよ。あれマジ、ちょっと待って、どこ、やべ、じゃあちゃんと辿らなきゃいけない。不適切なバブルらしい。これ辿って、入って、こう行って、そちら、あー、なるほど。これ、繋がってないんだ。ややこしい。下だね。よいしょ。そう。警察署では不適切な死体とかだったけど、今回は不適切なバルブということか。踏まなきゃダメ、これ。しゃがんでも音はあんま消せないんだよな。あ、でも意外とゆっくり行けばギリギリ消せるか。で、そう、パイプちゃんと辿って。パイプちゃんと辿って、上を通ってるからこっち。はい。あ、待って。で、あ、あとこにハテナがある。ちょっと若干の精神状態が良くないからな。で、いないな。で、パイプはこれ、上で行ってる？で、ここは外れ、うん、ここ外れて向こうだな向こう行って、そこ行って、こう行って、ここか、ここ多分合ってる、正解でしょう。回そう、よしよし、いいぞ。はいはい、回して回して、よいしょ、よいしょ、やばい、結構、あ、待って、戻さないで、ハンドル握って、よいしょよいしょ、やばい、そろそろやばい気がする。なんか来てるぐへー、来てる気がしてた、そんな気がしてたよよいしょよいしょよいしょ、こっちに隠れよう。スタート地点に若干精神汚染もされたけど、でも今度は分かってるはずだから、バッテリーチャージしとくか。バッテリーチャージしといて、回復は構えておく。ファッキンウィッチって出てますねあ、さて、いやでもね、全力で逃げてくるとさ、場所忘れがちだからまあでも大体覚えてる。やべ、追加くんはなるべく、いやーここじゃない。くそー、さっき、あ、あそこだ、でもバルブマーク出てる。うん。ハテナじゃないところだから、もう見つけたバルブだから、そこのはず。うん。よしよし。とにかく、回しきれ。いや、いる。おばさん来てないか。パペットドリルおばさんが。いや、もう回すしかない。回すしかないです。300いってるから。よいしょ、あれ回せない。よしよし。4100。
500。よし、 OK。 次はやめて。んー、なんだ、なんかされてたか。え、じゃあ次は C だね。 C、 C は赤。ちょっと若干精神汚染が。 C は赤、こっち赤、こっち、あれ、どこ、こっちですね。よし、いいぞ。そっち、あ、待って、アイテムは取っておきたい。よし、いいぞ。これデカ回復薬では、うん、デカ回復薬だ。じゃあいいとして、まあ、そっちで赤をたどっていけ。そこか。で、これも、うん、正しいのをたどってくださいなので、これをまたどっちに戻るのかな。そっちですね。開けるんだ。開ける感じらしい。いや、なんか向こうにないか、これ。逆にちらちら、大丈夫で、これをたどる。あ、いた、おばさんおばさんがいた、おばさんがいました。おお、まずい、まずい、まずい、よし、帰って帰って。いやだおばさんにはいられたくない。嫌です、嫌です、嫌です。そう、どこに隠れる、隠れる場所がわからない。やばい、やばい、やばい、大丈夫か。やばい、バッテリーがね。待って、2面盛り減ってるから、ディグで回復しておいて。あ、これ回復もバレるのか。やばい、来てるけど。あ、来てる、来てる、来てる。いたずらっ子はどこに隠れてると思う。よし、逃げ切った、逃げ切ったけど、正直わかん、何、バチバチ言わないで、バチバチ言わないで。待って、わかんなくなっちゃったじゃん戻らなきゃ。あ、ここからだっけ、ここからだった気がする。で、こう行って、こう行って、そこ行って、あ、上ね、上行って。やばい、おばさん、ちょっとおばさん待って、おばさん待ってください、隠れさせて。いや、隠れるとこね、この台の下か。よいしょ、あ、あ、あいや、もうバッテリーなくなっちゃった。ちょっとこの音でおびき出すやつやった方がいいな、多分。やばい、やばい歌でおびき出そうとするのやめてもらえないでいいですか。でも暗闇だから別に大丈夫か、これ出ても。暗闇でしゃがんでる限りは。ねえ、また新しいやつ来てない。いやだいぶ集まってきてる、こっちに。よっ、やべ、近いんだが、近いよ。いない、いなくなった。いや、もうまた忘れたともかくだよ、これはピッキング。あー、しまった。待って、どこだっけ。あ、これや、こっから来たから、こう行って、もうもう一回だよ。こう行って、下通って、あれ、下通ってる、これ、下通って上か、上行って、上行って、こっち行って、こう行って、左斜め、そっち、ここだ。で、上通って、そこはドッキングしてる。ドッキングしてる場合はどうなんの、両方やんなきゃいけないのか。多分両方だよな、これ。ドッキングしてるから、こっち、あ、でもここは割れてるんだ、破れてるので左行くしかない。ドッキングを左行くしかなくて、いやー、で、ここは、うん、下通っている、そっち。いや、おばさんの声が開かないの、突入系か。近ない、やべ、やるしかない、ほら。でも今は大丈夫、ここ。あー、叫びがあんが、あれ、ミスがああ、見つかってる、見つかってます。いやー、What are you doing? やめて、助けて。そう、どこに逃げる。じゃあもういいよ、もう一回、一回逃げよう、一回逃げる、一回逃げる、こっち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 。すごい叫ぶ、すごい叫ぶ、一回逃げろ、一回逃げろ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。くそ、くそったれべ。あー、くそ、隠れ、あー、閉めちゃった、どこだこれ一体どこだ。あー、まずい、まずい、逆サイド、逆サイド。よいしょよ
し、いやなんか巻いた気配が若干ある。こっちで合ってたっけ、なんかここら辺だった気がするんだけど、ここを回そうとした気配がする。どうですか、合ってますか。合ってる合ってる合ってる。よしよし、回せ回せ、ほらほらほら回せ。200、300、400、あ、もう回せ。よし、これで OK、 これ回せば戻ったぜ。よし、逃げろ逃げろ。もうかむ、もうかむな、かまっちゃダメ。やばいやばいやばい。いや、開けて、こっちがどこだ。そうだ、でも結局最終終的なの悪行さ、待って、これのこっちだから、あ、まずいまずいです、まずいですよ。あー、まずいまずい。どこだ今俺自分がどこにいるかさっぱりわからん。あー、バッテリーがある、拾っとけあ、でもなんか結果的に逃げたし、なんなら C の塔まで来たわ。はっ、くそ、やめろそれ。あれ、ダメなのか。でも成功って出てないな、水位を。あ、戻ったのかな、あれでも全部回せなく、いや、もう一個ある、もしかして。あの割れていた、それでもう一回ちゃんと見た方がいい。こちら大丈夫、大丈夫じゃない大丈夫じゃなかった。よいしょ、ちょっと待って、ここのさ、このあれちゃんとなってるよな。でもあ、なってない、あ、微妙になってない。戻されたか、あいつに。よし、じゃあもう一回、よいしょ、どうだ、オッケー、達成した。で反対側から逃げよう、ボートをしてね、子供に罰をね与えないといけないからね。あんなドリルマンは、ドリルベイビーたちは、ベイビードリルちゃんたちはちゃんとねしつけないと。よしよし、逃げ切って、待って、回復しよう。これで回復をして、で、あー、こっちか、早く早く、ドリルおばさんが、おばさん大人があんなんだから、この子たちもこんなになるんだよそう、結局大人のせいなんですよ、子供こうなるのあれ、こっちで合ってる、こっちで合ってる。まあでも炎が押す方向はこっちだから合ってるはず。若干この精神崩壊に近いのがあれだが、これで下行って、で私はこっから下に行かないといけない。あとはピン、いや、あれか、まあいいや。あ、いや、欲しい、やっぱ欲しいです。リグは交換、じゃあ瓶と交換でいいや。これもらって精神を回復しておこう。まあやられてからでもよかったかな。で、バッテリーも、あ、バッテリー入れときゃよかったのか、まあええわで、下に行くには、下に行くにはこっちか、こっちだ。ここは開けれる、うん。あ、正常はしないです、施錠はしなくて普通に開けます。こちら、こんにちは。あー、爆発の音が、やばい、誰か追加されている。あ、どこだ、どっから誰が、どれ、いや、もう分からん。ちょっと下のルートは、子供たちがどこ行った。一回り回ってきたんですが、ちょっとこの炎、こっちか、あー、踏んじゃった。こっち行けそう。ちょっと待って、ここが行けそうですね。こっち行って、あ、ここ降りれる。いや、左か。ここ降りるしかないな。あれ、でもここは、あの場所だしな。最初のところだ。いや、降りたらめんどくさいか。こっち行けるね。行くしかない。ほら。こっち行って、これは開かないやつ。アドレナリン使っとくか。使い終えるもんは使っておいて。で、これ、あ、ここは補充部屋っぽい。あ、リグね、リグチャージ。リグチャージもいいから、拾っとくか。めちゃくちゃ回復マンになってるが、回復専門マンになってます。その人は大丈夫？生きてないか？で、こっちから降りたらいけそうだな。よしよし。いけそうなのか、これ。やばい、追加されてる。追加されてるが、さっさと抜けてしまおう。あれ、合ってないか、これ。あ、合ってる、よしよし。いいぞ、お前らを。
早くお仕置き部屋に連れて行かねば。 OK、 ボートを押してこの辺、そうもうね罰を与えるだけになってるから、これでクリアになってくれ、頼むぜ。まあでもなんかちょっと慣れたせいかごちゃごちゃ具合は警察よりマシになってる。おーなんだこれ、あ罰ってそういう、おーわたわたし始めた。でも君たちはもうこのねこれに固定されて、うん、え殺せないわ、一生拷問だよ。あーやばい、来てる、新しいやつが来てるけど無視しろ、無視していけ、もうにバレる前に、いやーさすがに無理か、バレる前にやろうと思ったけど誰だった。おばさん来てる、おばさん来てる、おばさんが来てる。だが今こちらはアドレナリンマンになってるから安全だ、安全ではないけど、あでも隠れる場所がね、あーすごいとこもな、どうなってる今あここあれだ、最初のところだ、最初のところだけどあんまり戻りたくない。回復にしといて、やばい、いやこれ入れ替える、いやごめんなさいごめんなさい、入れ替え、ちょっと待って入れ替えます、あ待て待て待て、これダメだダメですダメですダメですダメだダメだ、これ取れこれ取れ、ダメだこれは取られる、これは取られちゃう、やばいやばい、すげえ来てる、一人来てるけどおばさんは帰ってった、おばさんは帰ってきました、よいしょ、おばさん帰ってったので、よいしょ、おばさんをかけていこう、もうそれしかない、助かる方法はな、よいしょ、でてか薬飲んどこう、よいしょ、どっちだったっけもうわからん、こっちじゃないよ、ここら辺だったっけ、あ待って薬がある、回復薬が、やばい、いるおばさんが、え見つかった、もしかして、あここ明るいわ、まずいまずいです、明るかったです、よし子供たちがわたわたしてるとこまで戻ってきた、これはもう勝ちでしょ、よしギリギリで持ちこたえて、おばちゃん行くぜ、さよならさよならだ、こりゃ一人も見込め、二人人形がママの尻尾を引っ張ってくれ、でもこの手前の男の人はどうなんだ、でかしり俺に強くて血をどうだ、いやー微妙にダメだった、微妙にダメです、あと一人なの、あと一人なんだ、やらせてくれあと一人なんですやらせてください、よいしょ、あでもでもここじゃない、ここじゃないよ、よいしょよいしょ、隠れさせてくれ、あれこれ隠れられないか、よいしょよいしょ、大丈夫か、飲んどこう、どうなってる今、間に合うか、あーマジ間に合わない、またバレてる、パーティーの途中で、いやこっちに来させて、ここ閉めよう、さよならこっち閉めて、であそこ開けてる間にやる、あーあそこも閉めたけどよかったか、さよなら、いけー商店、無限の彼方へ、無限の彼方へ行くんだ、無限の彼方だ、無限の彼方へ行った、よし罰を与えた、罰を与えたけど、ああ罰を与えたけどどうすれば、いやーって次の目的は、次の目的は何ですか、はい危険から出るね、はいはい分かりました、出ればいいらしい、痛い痛い痛い、ちょっと待って何が起こっている、一回閉めよう、一旦閉めて、で、出るためには、まあとにかくスタート地点に戻ればいいんだな、頑張って戻ろうぜ、よしよしよ、もうないか、あーしまった、まずい、解毒剤が欲しい、解毒剤やばい、死ぬかもしれない助けて、いややべえ、マジで飲んじゃった、間違えたこれ違うわ、これ敵じゃない、敵じゃない幻覚だ、幻覚が見えている、あこれ爆弾だ、死ぬやべえやべえ、精神崩壊すると何もわからない、何かあった、見つけた、あ取れた、何か取れた、ちょっとお前邪魔精神崩壊マンが邪魔、精神崩壊マン、あ戻った、正気に戻った、よし正気に戻ったけど、だいぶ食らってしまった、とりあえずリグも使っといて、リグチャージは使っておいて、
レンガを構えて、どうなってる今、てか今これ、いやなんかバレてるし、バレてる、やめろやめろ、なぜバレた、よいしょ、あ、開いてください、くそ、どこだ、出口は一体どこ、こっちか、あ、いや逆だ、あれ、あ、いや、開いてる、なんか開いてた、開いてました、あ、当たったら死にそう、よし、当たったら死にそうだったけど大丈夫だ、よし、助かったー、よいしょ。で、地検から出るには ここの出口どこだっけ、あー、ここはね、忘れました最初の心臓を捧げるところ、だけど、あっちです、よし、あっちです、こっからは出るはずだから、よいしょ、目的地、こっちか、こっちですか、見えない、うわー、ここじゃないわ、これダメだ解毒薬は一応拾っといて、あれ、あ、ここ開かないの、あ、会場ね、ここから会場できるのか、よっしゃー、出た、で、こっちで合ってる、よしよし、まだ遠い、あ、こんな遠かったっけ、あ、出れねえし、こっちか、あ、ここの、あ、思い出したけど、場所はわからん、うわー、おばさん来てる、おばさん、なんで、どっから、一体どこから、なんで、早い、おばさん、早い、いやー、足が速いです、よいしょ、足が速い、よいしょ、はい、よいしょ、よし、押してから、あ、よし、あと何秒、到着待ち、待って、これじゃない、行っちゃった、やばい、死んじゃったかもしれない。おばさんに被検体、もうちょっと逃げたんだよ。おばさんやめてください。おばさんやめろって。いやー、なんでそんな微妙なところやるの。お手手からやってないかこの人。一回おばさんを巻かないとダメですか。一回おばさんを巻かない。どっからこれ。あれかあんとこからか。だからこっちへ行って、よいしょ、こっち行って、あ、いや、でももう発動してる、おばさんいるじゃんどっちから出る、あ、そっちから来た、よし、そっちから来たなら、いける、肩、勝利、完全ではないが、勝利です、よしいやー、今回はゲームオーバーにこそならなかったが、なかなか手こずりましたね、はい、D です、いやー、時間かかったマゾヒストの可能性があるらしいはい、成績ね、まあこんなもんでしょう、進行状況は、はい、レベルアップした、これでなんかもらえるんじゃないか、レベル3になったらなんかもらえるやつがあった気がするので、休憩室に移動中、あ、今移動中か、はい、休憩室に行く、これで戻ればまた新たな力が手に入る、まあ今回ね、でも回復あったおかげでだいぶ生きながらえた感じはしますね。今後はでも相手の足止めアイテムとかが結構あったんで、それをねうまく使えればより簡単になるんでしょうね。さあ戻ってきた、相変わらず失敗にする学習のチャンス、そうですね、失敗から学ばないと、なので今回はね死なずに済んだ、相変わらずでいいだけどいやー、走りもねちょっとなんか若干これは多分アップデートの影響なんだと思うけど、押し込みじゃないと走れないのが若干きつい。この人はね、薬剤師、こんにちは、処方箋は肉体と精神の能力を強化する、永続的なものあり、一度購入されると、うん、永続効果発揮、永続効果ティアと、あ、これはお前できないのか、じゃあこれだけやったらいいのかい、即死をアクションキーを長押しするとアイテムを持ち物に加えず瞬時に使用する。はい。即使用。ああ、なるほど。持ち物、その場で使用できるようになるとか。ああ、行動がね、増やせるんだ。滑り込む。走りながら B で滑り込み。ああ、なるほど。じゃあちょっとこれもまあいろいろあるんで、後でやっておきましょうかね。はい。ちょっと見ておきます。まあ今回はね、なんとか助かったんで、一旦ここで食い量かなと思います。次回はちょっとパワーアップをして、また知見に臨んでいきましょう。ではご視聴ありがとうございました。